にちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、じゃじゃん、クラッカーです。今日は、こちらのクラッカーの中に、スライムの材料を詰めて、パーンってやってスライムを作りたいと思います。何が出るかお楽しみっていうところとか、パーンって飛び出してスライムを作るって画期的だと思うんですよ。作るのもすごく面白そうなので、今日はクラッカーの中に材料を入れて、スライムを作れるのか、チャレンジしたいと思います。それでは、早速作っていきましょう。まずはね、クラッカーの中身をそーっと取り出せるのかっていうところから、そこからだよね。ここをさ、うまく開ければできるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。お、初めて開けるクラッカーの中身。おお、おめでとうって書いてある。あれ、何も飛び出さないの？あ、これだけなんだ、飛び出してくんの。そういうクラッカーみたい。パンという音とともにお祝いメッセージが飛び出すクラッカーです。間違えて買っちゃう人とか多そう。じゃあこれをちぎって、で、この中に材料を詰めればいいんだ。うわー、これをちぎるのがなんかちょっと罪悪感がある。いけないことをしてる感がすごくある。これで全部中身を取り出しました。それではこの中に次は材料を詰めていきたいと思います。前回の福袋の入ってたこれ詰めよう。うわ、面白い。で、蓋ができるかが問題だよね。オッケー、蓋できました。簡単です。スライムの材料じゃなくてもなんかいろんなもの飛び出すの作れそうですね。ホログラム入れてみよう。クラッカーに本当に入ってそう。はい、ホログラムです。お、ポチってしまる。これちょっと急急だね。続いて大きめのグリッターいっとこうかな。あ、ほい。こういうさ、フィッシュボールが飛び出すのかっていうのも気になるよね。ちょっと重ためのトッピングも入れたい人もいるかもしれないじゃないですか。だからね、ちょっと僕が実験しておきます。重たいものも飛び出すのか。量これぐらいにしとこう。よし、細かいグリッターも1個入れとこっかな。やっぱ気になると思う、細かいグリッターもどうなるのか。火薬詰めてるみたい。うわっ、すごい、そこから抜けてる。おっとっと、そこからこぼれるので注意です。うわ、もうすごいこぼれてる。ラスト1個はお楽しみにしたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。ではまずは簡単にスライムから作ります。洗濯のりと校舎のスライムね。洗濯のり、お水少し、こんぐらいかな。クラッカーだからね、クリアスライム作ります。よし、もったりしてきました。ここからが力勝負。手でいきます。はい、スライムが完成しました。それでは、早速こちらにクラッカーをしていきたいと思います。どんな感じになるんだろう。これが最後の1個なんですけど、これは後回しにしておいて、この5本の中からやりたいと思います。ゆっくりシャッフルして、まずはこれ。じゃじゃん、クラッカーを受け入れる土台を作って、それでは行きます。せーの。うわ、くさ。うわー、これ見てください、すごい飛び散った。このズワーンってやばいね、これ。ちょっと一回混ぜます。くさ、換気扇していいですか。一回混ぜますね。最初にいいやつが出ましたね。すごく綺麗で可愛いスライムですね。まず一発目、ちゃんとね、乗っかった分しかはみ出た分は使いません。飛び出すことが面白いからね、クラッカーは。次のやつを選びます。これだ、いきます。赤クラッカー。開かなかった、ここが強く締めすぎたのかな。じゃあ混ぜましょう。かわいいね、ピンク系の。今のところすごく綺麗で可愛いスライムですね。とっても綺麗です。それでは3本目いきます。ポン、お、白色です。いきます。パン、うわ、少しだけ飛び出しました。オレンジのフィッシュボールです。
配色がすごい紫とオレンジって新しい組み合わせですね。うわー、ちゃんとでも飛び出してくれるっぽいですね。ガラスビーズも少しですが全部ね開かないね。ちゃんとちょっとこうやってポコってしとこう。次いきます。4発目。うわー、いい感じ。でもやっぱ開かない。開かないのはなんでなんだろう。詰めすぎかな、これに関しては。たくさん詰めたからね。はい、さあこんな感じです。でもね、このはみ出たグリッターがちょうどよかったと思う。あれ全部入ってたらね、色すっごく濃くなってた。ラスト2で、みんなが知ってるやつはラスト1ですね。いきます。はい、うわ、やっぱ開かなかった。綺麗には。だけど、わかるかなみんな、ちょっとだけここら辺ホログラムが入りました。ほら、ホログラム、ほんの少しだけどね。ホログラム、わっ、綺麗。ホログラム、やばいね。ホログラムってやっぱすごいですね。でももっと入ってほしかった。ホログラムさ、クラッカーみたいに軽いからさ、もっと飛び出ると思ったんだけどね。なんでこんな飛び出さないんだろう。もともとそういうクラッカーなのかな。ちょっと飛び出しにくい。それではラスト、僕しか知らないクラッカーです。ちょっと開けとこう、ここ軽くね。いきます。ラストクラッカー、こちら。シェービングフォームなんですけど、かなり少ししか飛び出てきませんでした。もっと全体的にね、ブワーンって飛び出るようなのをさ想像してたんだけど、全体的に違ったかな。さあシェービングフォーム入りました。スライム的にはシェービングフォームない方が綺麗だと思ったんだけど、クラッカーにシェービングフォーム詰めたらどうなるんだろうと思って、今回シェービングフォーム選んでみました。スライム完成しました。クラッカーだけで作ったスライム、トッピングの量も全てクラッカーにお任せです。僕ちょっとトッピング入れすぎちゃう傾向にあるから、ちょうどよくできたかもしんない。完成です。こんな感じです。かわいいじゃん。めっちゃいい感じじゃないですか。トッピングはねすごくたくさん入れたんだけど、クラッカーで量がいい具合に調整されました。僕が作るよりもクラッカーに材料入れてやった方がちょうどいい感じのスライムできるんじゃないかな。めっちゃかわいくない？すごくいい感じです。シェービングフォームも入れない方が良かったよってことだったのかな、きっと。音フェチは動画の最後にするので、ぜひ最後まで見てください。という感じで今日はクラッカーでスライムを作ってみました。かなりいい感じにできましたね。あー、あれがやっぱ一番飛び出たよね、最初のやつ。ちゃんとパッて開いたし、ドバーって出たし、僕の予想ではこのクラッカー自体がちょっと不発なものが多いんじゃないかなって思いました。プログラムも全く飛び出なかったし、不発が多かった。閉じた時にさらにポコって折り込むんですよ、内側に。だけどそれを折り込まないで、これ尖ったまんまパンってやった方がもしかするといいかもしれません。中にさ何入ってるかわからないから、友達とかにサプライズとかでもすごく面白いかなって思います。クラッカースライムサプライズだったらありかもしれないですね。よければ皆さんも友達のサプライズで、ちょっとこのクラッカースライムにポンってやってみてみたいな感じで遊んでみるのもいいかなって思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。